はい、皆さんこんにちは。榊敦史です。月曜日のね、6時回りまして6時10分でございます。はい、もう真っ暗でございますね。当然いろんなね、情報というかメディアを見てるんですけどね、あるいはね、人の話を聞いてるんですけどね、ワンルームマンション売れてるんですってね。なんというか、世間はね、理屈通りでは動いてないなというのがようわかります。まずね、新築のワンルームマンションって言って業者がいるんですけども、だから、フカキョンの彼氏の経営してる会社はワンルームマンションの会社ですね。今も付き合ってあるかどうか知りませんけどね。で、そのワンルームマンション、つまり、まあ、20から25平米ぐらいのワンルームですね。単身者が住むためのものであって、まあ事務所に使われる場合もありますけどね。で、その単身者が住むワンルームマンションをですね、大量に供給されてですね、それをまた買ってる人がいるわけですね。で、買ってる人はどういう人かと言いますと、サラリーマンです。基本的にサラリーマンです。で、勤務員もいます。勤務員さんもいますね。で、これがですね、なんと言いますか、不動産投資の入り口としてはですね、非常にこう、敷居が低いですね。入りやすいわけです。まず少ない資金でいけますね。50万から100万あればいけますね。もうそれがなくってもこうやってる業者もいます。ほんまはあかんのですけど。でそのメリットがあるかと言いますと、工程1年目だけはメリットあるんですよ。新築マンションっていうのは、買って1年目とせいぜい2年目ですね。2年目ぐらいまでかな。どういうメリットがあるかというと、自分の所得税が減るわけなんですよ。例えば年収400万ぐらいの人でも2、30万は払ってるでしょ、所得税とか住民税とか。それがですね、1年目ほぼゼロになるんちゃいますかね。1500万ぐらいのワンルーム買えば。今東京で買うとワンルームでも2000万以上しますけどね。それでその銀行融資が降りるんで簡単に買えるんですよね、誰でもね。まだそういうの専門でってもないけど、まあ普通に卸してる銀行もあって、手堅い銀行はね、掛け目がね、7割とか6割なんですよ。ところがその、まあそういうちょっと緩い銀行があるわけですよ。8割でも9割でも出すみたいな。あるいはそのオーバーローンって言いますよ。例えば2000万円のマンションを銀行に見せる書類だけ2500万にしとくわけですね。2400万にしとくんかな。で、いや、2000万円のマンションだって2200万でいいかな。で、2200万引っ張ってそこから消費を出させるわけですね。そうすると、ほぼですね、その、手持ちなしで買えたりします。でそういうことをですね、分かっていながら、2200万で OK じゃーんと反抗して出してる銀行もありました。ありました。今は多分そこまでやってないと思うんですけどね、もうね、あっち側の、もう、あっち側というか西側ですよ。東京ちょっとに西に、新幹線で1時間ちょっとぐらい西のところには本社が、本店があったというあの銀行ですね。今でもありますけどね。ああいう銀行がですね、じゃんちゃが出してたわけですよ。緩い融資を。で、ちょっと厳しくなったんですけど、それでもね、やっぱり出てますね。で、あれも持っててもね、その最初のそれだけ、その、まあ、最初ちょっと所得税が返ってくるかなというとこぐらいでですね、あとはですね、ローン支払ってるわけですね。ローンと利息を支払ってるわけですけど、で、家賃がまあ、入居者がいるときは入ってくるんですけど、いないときは入ってこないんですね。で、家賃とローン、持ち出し、いわゆるローンの支払いの差が、昔はプラスやったんですよ。1住戸買えば2万でも、3万でもプラスになって、いけてたんですけど、最近ね、それがね、マイナスになってたりするんですよね、新築の場合は。なぜかというと、物件の価格が高くなりすぎたんですよ。
そうするとマイナスになるんですよね。もうあの2、3年前にね、新聞でね、ワンルームマンションのね、広告読んでびっくりしました。毎月6000円の負担で、マンションオーナーに、って逆手に取っとんで、ほんまに。それをまだ買う人がいるんですよ。買う人がいるから、あの業界ちゃんと成立してるわけですよ。不可教の彼氏も儲かってるわけですよ。ですからね、あれは不思議 で、それをね、時々ね、それを機器としてね、買ってね、何十年もね、気づかずにね、俺はいっぱい持ってんねんとか言うてる人は、たまにいるんですよ。うわーと思うんですけど、売却相談会とかやるでしょ。そしたらね、持ってきはるんですよ、ワンルームを。いや、まあ、それはいいんですよ。これどうなしたらいいですかって言うから、いや、そんな、いい物件だったらいいですよ。いい物件だったら、例えば山手線の有名な駅で徒歩5分とか、そんなんはいいですよ。いくら持ってても。全然いいんですけど、ちょっと離れたところのね、ワンルームなんか持ってこられた分にはね、どうないすんの、これって。おまけにね、不動産屋が丸儲かるサブリース契約とかしてやったりするとね、もう売れへんねん。売れへん。サブリースの解約をまず持っていかないわけですね。でからオーナーチェンジで売るわけですけども、まあその何と言いましょうね、売りにくい物件でして、いくらで買わはったかっていうのは、買った時期にもよるんですけど、買った時期によってはですね、儲かったりもするんですけどね、それもまあこういうタイミングですから。で今はね、高いんでね、まあ、買った値段よりかは高く売れする人結構いるとは思いますけど、ただね、あれなかなかね、売るの大変なんですよ、ワンルームは。みんな騙されてサブリースとかやってるでしょ。そうするとサブリースものすごく動かしにくいんですよ。サブリースやってくれてる会社に持ってったら、じゃあ買いますよとか言うんですけど、必ず買った値段よりも安い値段言うてくるわけですよ。要はね、普通にやったら儲からへんですよ、あれは。ワンルームというのは。それで、中古もあるんですね。中古の方がいく分ね、新築より安いんで、築10年ぐらいのもんやったらまだ いいとは思いますよ。新築買うよりもね、買うよりも。ただし、それももう物件によるんですよね。絶対その賃貸に困らへんみたいなところ、なんか新宿駅5分とかね、まあ、めったにないですけど、こんなもん。新宿御苑5分でもいいですよ。困りませんよ。飯田橋5分でも、まあ困りませんよ。市ヶ谷5分にワンルームないですけどね。そういうものはであれば、まだ行けますけど、例えば神田駅7分とか、神田駅12分とか言うと、うっと思うんですね。浅草駅徒歩13分とか言うたら、と思って、どうすんのそれみたいな。もうそのレベルですよ。もっと遠いとこ行ったらもう全然ありませんよ。立石とか行ったらもうスルー。見えへんかったことでしょみたいな。まあ、売ってくれって言われたら売りますけどね。売れませんよ、そんな簡単に。そういうね、売れないものをね、預けていただいてもね、まあまあ、販売活動はしますけど、なかなかやっぱり売れませんね。値段下げたら売れますよ。でもその相場で売ろうとしたらなかなか買い手がつかないという感じでして、でもその中古を売る業者もいましてね、今はそれをこうネットを使ってですね、若いサラリーマンに売ろうとして、ギャンのすごい営業をかけてるところもあります。でも結局ね、賢い賢明な投資ではないと思います。物件によりますけども、よほど安く上手に買っていない限りにおいて、大半の人がその苦労すると思います。特に新築なんか買った分には。でも買う人がいるから、あの業界成立してるんですよ。でワンルームやってむちゃくちゃ高く買ってもね、普通の分譲専門のデベロッパーが買う値段の 1.3 倍ぐらい平気で買いますからね、あいつらね。その分高いものを市場で売ってるということなんですよ。それで、これからね、どう言いましょうね、その、最初のね、1年や2年は賃貸つけてくれるんですよ。うまいことやって。でもその10年、20年という目で見た場合ですね、ずっと賃貸回るかというとですね、それは物件によりますけどね、回りにくいのもあるわけなんですよ。で、
そのままね、回ってればいいんですけど、回らなくなった時があれひどいの、ローンがあるわけでしょ。じゃあ売ってしまおうかってすぐ売れたらいいんですけど、中古のワンルームっていうのは値段下げたらすぐ売れますけども、場所によりますけども、値段下げなかったら売りにくいわけでして、希望の価格ではなかなかねつきにくいというもんでして、まあ所詮だからね、ワンルームマンションに一生住むってやつはいないわけであって、あのどん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 賃貸が出ていくわけですよ、いくらいいとこにあっても。だから回る物件で、そこそこいいものをいい場所で買うというのが基本なんですけど、あんまりね、素人がね、業者の言う通り買ってね、ああ、あなた上手に買ってますねって言えるような人ってほとんど見たことないですよ。ほとんど見たことない。あ、5人に1人かな、10人に1人かな、まあそのレベルかな、上手に買わはったねっていうのは。まあそういう感じでございましてですね、売れてるんですけど、私はかなりあの商品構成者というか商品のその概念自体に疑問を持ってますし、買うべきではないなと、あのよほどの物件でない限りね、買うべきではないなというふうに思いますし、サブリースはやめた方がいいと、動き取れるようになりますよということですね。はい、そういうお話でございました。皆さんどうもありがとうございます。